ハムちゃん、よかったね。ようやく届いたね。あ、これが新しいやつ？そう、古いやつちゃんとハムちゃんのベッドになるようにここ置いといた。うん、よくここで誰か寝てるもんね。そうだね、うん、みんな使えるように。あ、チョウちゃん乗ってみる？ハムちゃん、よかったね。チョウちゃん、新しいベッド作ったんだ。チョウちゃん来たらハムちゃん嫌がっちゃうよ。あ、そこじゃない、チョウちゃんこっち。よいしょ。ん、よくない、チョウちゃんこれ。あ、よくない、トルシャン。あれ、あ、トルシャン乗ってみる？ハムちゃん、ふみふみやめちゃったじゃん。ハムちゃん、それ好きでしょ。ハムちゃん、犬ウォーム好きだもんね。ねえ、いいね。あったかい。いつも犬ウォームでふみふみしてるから。ハムウォームはあったかいね、ハムちゃん。うちの猫たちみんな犬ウォームだからね。犬ウォーマーね、ハムちゃん。ゴロゴロ言ってんじゃないの、体が震えとる。うん、ゴロゴロ言ってる。よかったね、ハムちゃん。呼吸が。フレハムちゃん。ハムちゃん、ゴロゴロいただけますか、じゃあ。ゴロゴロですか。聞こえるのかな。わかんない。後で聞いてみないとわかんない。だって俺全然聞こえないもん。あの、こう当てるとわかるぐらい。ね、ハムちゃん。すごい呼吸がゴロゴロいってる。あ、トルシャン、トルシャン、トルシャン、新しいベッド作ったからここ乗り、入って。あ、トルシャン、よかったね。いいね、トルシャン。うん、よくそこで寝とるでしょ、トルシャン。たまに寝るときもここおってさ、うん、閉じ込められてさ、困ってる。寝るときはママがいいのにって。たまにいないから焦るんだよね。起きたときに。あ、ハムちゃん。実はマロちゃんはカーペット、カーペットマロちゃん。
高齢で手が伸びてるハムちゃん。ハムちゃんよかったね。新しい毛布着て。最近暑いんだよな。間に合ってよかったけど。ね、ハムちゃん。ねえ。すー。